どうも、ナスビーです。今回の企画テーマは、新シリーズ始動。その名は、残念特化シリーズ。実は全然強くない戦法や装備を強そうに見せることで、あれ、もしかしてこれ強いんじゃね、と錯覚させる。でも冷静に考えると弱い。そんな感じのシリーズです。第1回となる今回のテーマは、残念の塊、爆破弓。では装備に移ります。武器はガイラー狼爆破。高い物理値とレベル3スロット。だが強撃瓶がない。そして非常に高い属性値。だが爆破だ。類似品のガイラ水と雷はあんなに優秀なのに。物理はこっちの方が高いのに。どうして爆破なの？何これ、どうすればいいの？こうします。レウス縛りから解き放たれたので、普通に物理特化です。ついでに爆破強化2つで残念さを緩和。できてないです。ごめんなさい。まあ物理がそこそこあるから。普通に超会心テンプレしとけば。まあそれなりにはなるだろう。装飾品はこんな感じ。とまあ残念さは言うまでもない。これをどうにか強そうに見せる。それが今回の企画です。では本編スタート。不時着から始まる第1回目である。今回は極限特化ではないので、普通に待ち合わせ場所へ行きます。まあ冷静に考えてほしいんだ。極限特化するなら爆破なんて捨てて無撃手つけるよね。そうするならゲイルホーンより優秀かもしれないよね。でも弓の物理は U の1や意外しょぼいから、結局はゲイルホーン抜刀一夜だよね。ブラキと共に初実装された時の爆破は、全属性武器を殺すチートだったんだよ。でも強すぎたせいで次回作からは弱体化されたんだよ。そしてワールドではとうとう残念属性にまでなり下がったんだよ。もはや救いはないよ。爆破瓶、知らない子ですね。爆破に特化なんてしたら、全然強く見せられないじゃないですか。加護の相違、知らない子ですね。あくまで物理のおまけにしとかないと、そもそも60秒だけ爆破祭りにしてどうするんですか。後半ほとんど爆発しないじゃないですか。どう考えても回避バフの方が強いじゃないですか。ほら恋爆破やろう。射程外でした。回避バフで翼に41ダメージ。意外といいダメージ。怒り補正で45まで上昇。松ぼっくり、こんにちは。久々にもらってしまったよ。この舞台で耳はさすがに狭い。回避と遠投ブーストのおかげで一気に削れましたね。フ
ついに回避に失敗。マスターやめます。ワールドツアー阻止、接撃だと射程が厳しい。トマー倒せました。3分40秒、戦闘時間だけだとだいたい2分ちょい。こうして見ると結構早かったりします。だが忘れてはいけない。これはあの狭い舞台で、回避と遠投をフルに活かせたからに過ぎない。この弓は戦いが長引くほどにその残念さを露呈する。もしこれでマムタロとマルチとか言ったら大変なことになるよ。そして爆破で加護の総意は、体力の低い敵だけにした方がいいよ。どうせすぐ爆破しなくなるよ。では、ご視聴ありがとうございました。